井本彩香さんです。どうぞお越しください。井本さん、こんにちは。赤ですね、今日は。はい、ありがとうございます。私、マグロの赤身が大好きで、今日はマグロ色ということで、よろしくお願いします。井本さんは、ちょっとあれですよね、スーパーな、もう、神がかった特技があると。いや、普通ですよ、普通ですよ。その、くら寿司のマグロを8皿頼んで、それを全部並べて、で私マグロのオーラが見えるんですよ。でそれでマグロのオーラが一番のやつから食べてます、いつも。バレエをすごくね得意やって伺いました。はい、はい、小学1年生の時からやってます。じゃあ今日はあれですね、そのバレエもいただいちゃいましょうか。はい、ね、その小1の頃からやってらっしゃるクラシックバレエで神ターンをここでじゃあ見せていただくことにしましょう。はい、わかりました。お願いします。はい、さあ妹さん、はい、イントロでしたけれどもどうでしたか。キヌアって食べたことがなくて初めて食べたんですけど、すごいプチプチとした食感でなんかすごい食べやすくて、あとビントロの上に乗ってドレッシングみたいなのもすごいビントロにあってとても美味しかったです。本当に美味しいですよね、新商品。さあお二人、スーパーな状態になっていただけましたか。はい、なりました。なりました。それではここからスーパーな特技をそれぞれ披露していただきます、はい、さあそれでは今度は井本さんの神ターンを見せていただきましょう。お願いします。美しい。本日のゲストは稲村亜美さん、井本彩香さんでした。どうもありがとうございました。オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、井本彩香です。くら寿司の新商品発表会に参加してきました。新商品を先に試食できるっていうのはとても嬉しかったですし、くら寿司さんのもうお寿司もそうですし、サイドメニューも豊富でもうとても大好きなので、もう好きなもののお仕事ができてとても嬉しかったです。去年はドラマにも出させていただいたので演技も頑張りたいと思ってます。くら寿司さんはもう本当に大好きで、もうお寿司もサイドメニューも本当に美味しいし、もうその味がもうさらにパワーアップしたのでよりおすすめになりました。皆さんぜひくら寿司さんに行って食べていってください。以上、井本彩香でした。